はい、こんにちは、レトスノーです。今回なんですけども、抵当権の性質の一つである抵当権の物上代位、まあ物上代位制と呼ばれるものなんですけれども、民法372条、304条、これについて解説いたします。で、この抵当権の物上代位って分かりやすく言うと、抵当不動産から生み出されたお金についても抵当権の効力が及ぶんだよといった内容なんですね。抵当不動産から生み出されたお金、まあ、今回具体例で出すのは例えば火災保険金だとか賃料とかです。この場合、抵当不動産は建物、抵当権を設定した建物が燃えて火災保険金に変わったよだったりとか、抵当権を設定した建物を賃貸することによってそこから生み出された賃料とか、このお金についても抵当権の効力が及びますよ。つまり、そのお金から貸したお金を回収することができますよっていうのが抵当権の物上代位の内容となります。細かいことを言うと、このお金ではなくて、このお金を請求できる権利、請求権なんですけども、まあ、この点については、内容ですね、解説しながらお伝えしていこうと思います。で、まずですね、火災保険金の方から具体例、見ていきたいと思います。まず A さんが B さんにお金を貸しました。 A さん債権者です。で、お金返ってこないと困るので、 B さんが持っている建物に抵当権を設定したと、まあ、いった状況ですね。で、ここで抵当不動産である建物が燃えてしまったと、火災が発生してしまって燃えてしまった、そのことによって保険金が発生するよといった場合、この建物が保険金請求権に変わるわけですね。つまり、抵当不動産である建物から生み出されたお金っていうのは保険金なんですけれども、まあ、先ほどもお伝えした通り、このお金っていうのは請求権の話なので、建物が火災によって保険金請求権に変わります。この場合、A さんはこの抵当権を実行して、この保険金が支払われる前に、まあ、保険会社 B さんには保険金支払うわけなんですけども、支払う前に、この保険金請求権を差し押さえることができますよ、という話です。ポイントは、支払われる前に差し押さえが必要だというところです。これ、支払われた後に、保険会社から B さんに保険金が支払われた後だと、この保険金請求権ってもうないですよね。ないので、差し押さえできません。だから、支払われる前に、保険金請求権を差し押さえてくださいねという内容です。で、この支払われる前っていうのは法律用語で払い渡し前という言い方をしますので、もし問題文とかで払い渡し前と書いてあったら、あ、これは支払われる前なんだなと置き換えて理解していただければと思います。で、続いて賃料ですね。 A さんが B さんにお金を貸しました。で、B さん所有の、建物に抵当権を設定しました。まあ、ここまでは、こっちの図と一緒です。で、違いは何かというと、B さんがこの建物を、第三者 C さんに賃貸をしていたといった場合です。賃貸することによって、B さんは、賃料をもらうことができます。つまり、賃料請求権を持っているということになりますよね。これ言い換えると、抵当不動産である建物から、賃料請求権が生み出されているっていう話です。賃料が生み出されていますよね。この場合も、こっちの場合と同じように、この賃料が支払われる前に差し押さえが必要です。賃料が支払われてしまったら、この賃料請求権ってなくなりますよね。だから差し押さえできませんので、賃料が払われる前に、支払われる前、払い渡し前に差し押さえれば、A さんはこの賃料からお金を回収する、貸したお金を回収することができますよと、まあ、言った話です。で、一つ注意が必要なのは、この賃料請求権については、債務不履行があった後のものじゃないと、これ差し押さえてできないんですね。で、これはちょっと後でお話しする抵当権の効力が及ぶ範囲の中の過失の部分で解説しているんですけども、債務不履行があった後の賃料については、これ抵当権の効力が及ぶのであって、この債務不履行がある前については、これ抵当権の効力及ばないんですよ。つまり差し押さえできないんですね。したがって B さんが返済期日になっても返さないといった場合、その返済期日の後に生じる
賃料について差し押さえできますよっていう話なんですね。この点ちょっと注意していただければと思います。そして弊社は個別指導を行っております。このように具体例を入れながらポイントを理解したいという方はぜひ個別指導をご検討いただければと思います。個別指導を受講していただければ1回で合格していただく自信ありますので、一緒に勉強できたら嬉しいです。あなたの受講お待ちしております。個別指導についてはこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらからご確認ください。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。